決勝進出を決めて今の率直な感想を聞かせてください。厳しい戦いが1次ラウンド、2次ラウンドとね続きましたけども、連日の大歓声が後押ししていただき、選手も勇気づけられアメリカに行くことになりました。ありがとうございます。ものすごい歓声です。しかも開幕から負けなしの6連勝で、なかなか厳しい戦いだったんでね、もうとにかく勝ったらその日のことを忘れて次の試合に集中したのが良かったと思うんですけど、もう本当に選手一丸となった、ね、勝利だと思います。選手を褒めてやってください。今日の試合も非常に難しい試合となりました。どのように振り返っていますか？先発の千賀がよく投げましたしね、少しゲームが動かなかった中、やはり日本の4番の筒香の一発でね、流れが来ました。また千賀投手、5回無失点に抑えました。どのように評価していますか？はい、先発を言い渡したのもね、少し前だったし調整も難しかったと思うんですけども、本当にナイスピッチングで、いいところからね、ホームが決まってましたね。さあ、いよいよアメリカへと向かっていくことになります。さらなる強敵が待っています。改めて小久保監督のこの WBC に対する覚悟と決意を聞かせてください。はい、次がね一番難しい準決勝です。この準決勝をなんとか乗り切って世界一になりたいと、そういう思いでいますので